2位阪神が首位巨人との直接対決で完封勝ちし、ゲーム差をついに1に縮めた。先発の才木人翔投手、25、ガサイさんのピンチをしのぎ、7回7安打無失点で13勝目。打線は3回西一三塁で中野拓夢内野手、28、ガセン制のミニ前的地打を放ち、これが決勝点。ワンチャンスをものにした、阪神は巨人との直接対決2連戦で連勝すれば、ゲーム差なしの2位に。 自力優勝は最短で25日復活となる。阪神・岡田監督の一問一答はいかの通り。なあ、ちょっとフォークがな、あんま良くないもんな。三振トレンって言うね、フォークね。でもこの風やけど、ストレートも結構高めでポップフライ多かったからね。今日はね、力勝負で勝ったみたいな感じやね、オーン。虫満塁からストレート勝負。いやいや、最初はね、外をちょこんと当てられたりそういうヒットが多かったから。 もっと投げ込め言うてな、インコース。1の0で加藤なんて虫が良しすぎると言っていたが。うん、虫がいいてお前2点目入るような感じじゃなかったやろ。はっきり言うて、オーン。いやいや、もう、だから、6回にノーアウト満塁しのいだからね、あそこ。それはやっぱり、こういうゲーム展開になると思ったけどな、オーン。なかなかこっちもチャンス作れんしな、それはな、7本ずつかヒットもな、向こうはちょっとな。 フォアボール絡みでな、チャンスが広がってったけど。こっちは本当ワンチャンスやった。あの回だけよ、はっきり言うてね。